リディア・ロポコワ、リディア・バシリエブナ・ロポコワは20世紀初頭に活躍したバレエダンサー。イギリスの経済学者、ジョン・メイナード・ケインズの妻として知られる。サンクト・ペテルブルクで4人兄弟の一人として生まれた。兄弟は全員バレエダンサーとなり、そのうち兄ヒョード売るロポコフは2度にわたって、マリンスキーバレエの首席振り付けを務めた。リディアは定律。 バレエ学校で訓練を積んだ。1910年にロシアを離れ、セルゲーディアギレフ主催のバレエリュースに加わった。しかし夏の公演旅行後にはアメリカへ立ち、6年、滞在した。1916年に再びバレエリュースへ戻り、以前のパートナーであったバーツラフニジンスキーと組んだ。バレエ団のマネージャーだったランドルフォ・バルロッチと結婚後一時舞台を離れたが、 1921年に復帰、リラの妖精や眠れる森の美女のオーロラ姫を踊った。この頃にストラビンスキーやパブロ・ピカソと親交を深め、ピカソは彼女をモデルに何度も絵を描いている。1918年のロンドン公演で出会ったジョン・ケインズとの不倫の末、リディアとケインズは1925年に結婚した。ケインズはブルームズベリーグループの一員で、 結婚前には、画家ダンカン・グラントや、サッカ・リット・ン・ストレーチーと、同性愛関係にあったバイセクシュアルの男だった。しかし二人の結婚生活は極めて幸福だったという。リデ,ディアは、ブルームズベリーグループに加わったわけではなかったが、T.S. エリオットと友人同士になった。1928年から、まだ根付いていなかった、イギリスのバレエを根付かせる役目を担い。 ロンドンやケンブリッジで舞台に立った。1946年のケインズの死後、公の舞台から離れひっそりと暮らした。二人の間には子供ができなかった。ありがとうございます。